皆さんこんにちは。一般社団法人動きのコツ協会島根県の理学療法士の石飛拓郎です。この動画はですね、普段のような字幕はございませんが、しっかりと説明させていただきます。まずはじめに、この動きのコツ動画チャンネルではあなたの症状に合わせた動画を作成しております。普段生活でこんな症状に困っていて、こんな動画があったらもっといいなというふうなリクエストがございましたら、下のコメント欄にコメントをしてみてください。はい、では今回ご紹介する動画は、椅子からですね、立ち上がった際にかかとが浮いてしまう、かかとが浮いてしまうという方に対してのコツの動画になります。はい、ではですね、椅子から立ち上がった際に麻痺側のかかとが浮いてしまうという方、普段生活していてもこのような状態で立っているとすごくバランスがですね、悪くなったり、あと一歩踏み出そうとしても、まずですね、麻痺側の足で、うまく支えられないため、なかなか一歩が踏み出しにくいという方いるんじゃないでしょうか。で、このような方で、無理やりかかとをつけようと立っている状態から体重をかけていっても、逆に緊張がピーンと高くなったり、あと緊張がすごく高い方はガクガク震える方もいるんじゃないでしょうか。実は、このように、立っている状態からかかとをつけようと、無理やりつけようと体重をかけようとすると、なかなか難しい方がですね、多いんです。で、今回、のポイントはですね、実は立っている状態ではなくて、座っている状態から、うまく体の一部が感覚がですね、感じ取れていないことが問題になってきます。そして今回のポイントは、座っている状態でのお尻と太ももの付き方になります。実際に、やっていきますね。立ち上がった際に、かかとが浮いてしまうという方、まず座った状態からいい方に傾いてるんですよね。つまりいい方のですね、お尻に優位にこう体重がかかってるんです。で、こういう風な姿勢になってくると、麻痺側のお尻というのは浮いてしまってるんですね。で、このような状態で立ち上がろうとすると、お辞儀をした段階でまずもう浮いてしまっている方が多くおられます。ですので、今回のポイント、座っている状態からまずお尻広くしっかりついているという感覚を確かめることが大事になります。で、このようにですね、お尻をまずしっかり感じてもらって、次お辞儀していきますね。で、この時にお尻から太ももにじわーっと体重を移していって、立ち上がってみるとどうでしょうか。さっきはかかとが浮いてしまったりとか、緊張がすごく高まっていた足が、かかとがしっかりついて、しっかり安定して支えられているというふうに感じられませんか。このように感じられた方は大成功になります。今回のポイントは、座っている状態からですね、お尻と太ももをしっかりと感じてもらうということでした。今回の動画を見られて、いいなというふうに感じられた方はグッドボタンを押してください。今後動画を作る際に非常に励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。そして、今回動画を見られたけど、うまくいかなかったという方も安心してください。この動きのコツ動画チャンネルでは、無料の電話相談も行っております。このように電話相談だけでも体の変化を実感される方は多くおられますので、ぜひ、かけてみてください。